皆さんこんにちは、ザッピーです。今日はミニトピックです。こちらの、画像にあります通りですね、ジョージ・ハリスンの、ツイッターの方でですね、ちょっと囁かれていたことなんですけれども、2日ほど前ですね。ジョージ・ハリスンのですね、トゥルー・ラブっていう曲がこの33と3分の1のね、LP レコードの中に当時入って発売されたんですね。僕知らなかったんですけれども、これってシングルカットされていたようなんですね。ちょっと今更ですけれども驚きました。でもそれ以上に驚いたのがですね、もうこれ発売から45年経ってるわけですね。なんたる時間でしょうかね。で、まあ、改めてすごいなと思うのは、この曲素晴らしい曲だと僕は思ってますね、今でもね。あのコール・ポーターの曲なので、コール・ポーターの元々の原曲を聴くと、もうものすごいこう甘いアレンジでね、昔の感覚があって、それはそれでいいと思うんですよね。ただジョージ・ハリスンがこれを取り上げて、この時ね、ジョージ・ハリスンはどちらかというとロサンゼルス系の音にこうね、凝ってた時期だと思うんですけれども、まあ、すごいこう明るい大人の感覚でね、歌ってますね。でギターがまたとても鳴りが良くて、スライドギターがかっこいいなと思った曲だったですね。でその曲が今になってもですね、僕はこんなに好きで、自分がこんなに好きでいられるっていうのがですね、ちょっと驚きっちゃ驚きですね。やっぱりジョージ・ハリスン本人の曲じゃないので、まあ、当時はいいなと思ってもすぐにね、こう、まあ、新しい、まあ、違った曲なんかにこう、自分の心がね、こう、移っていくのかなとか思ってたんですけれども、そんなことなくて、とても素晴らしいカバーですね。まあ、ジョージ・ハリスンのね、カバー作品というと、どっちかというとビートルズ時代のカバー作品の方が、やっぱりよく聴いたもの、好きなものは多いんですけれども、このトゥルーラブは、もうカバーを超えてくれたカバーですね。例によって。もうジョージ・ハリスンの曲だと僕は思って聴いてしまうようなところがあります。まあもう45年経ったということで、特にね、なんか目新しい情報であるわけではないんですよね。ただ、ツイッターに出ていて、ああ、もうそんなに経ったのに、まあ今でもね、すごい好きですし、今でもこのギターを聴くと、とてもこう、すがすがしい気持ちになってしまうし、ジョージ・ハリスンがやっぱり、いい味をね出してくれた時というのは、こうなんかね、ジョンとポールにない素晴らしいこう感覚をね、曲に与えてくれるなってやっぱり思ったりいたしまして、今日はミニトピックといたしました。失礼します。